バイエルン・ミュンヘン時代ミハエル・バラックは、ドイツザク選手、ゲルリッツ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダーで、ドイツ代表であった。1997年、ブンデスリーガ1、FC、カイザースラーテルンに入団。2年目よりレギュラーとして定着し、能力の高さを発揮する。1999年に、バイエルレバー空前へ移籍すると、 ドイツ代表にも招集された。2001から02シーズンには UEFA チャンピオンズリーグ、国内リーグ、国内カップ戦でそれぞれ準優勝に貢献した。2002年にはブンデスリーガの強豪クラブであるバイエルン・ミュンヘンに加入し、中盤の核として活躍。その活躍ぶりから同クラブのかつての名選手、フランツ・ベッケンバウアーの後継者との評価も高く。 ベッケンバワーのニックネーム皇帝になずらえ、バラックは小皇帝と呼ばれていた。2006年5月、プレミアリーグのチェルシー FC に移籍。2007年4月、入ッする戦で相手選手との接触により左足首を負傷。以降、二度にわたって手術を行い、8ヶ月の戦線離脱となる。 しかし、足首の負傷が感知した2007年12月以降は、パフォーマンスも向上し、完全に復調。イングランドのスタイルにも適応し、チャンピオンズリーグでは、クラブ史上初の決勝進出への原動力となった。2009から10シーズンは32試合に出場し、チェルシーの4シーズンぶりのプレミアリーグ優勝に貢献。 しかし、シーズン最終戦である FA カップ決勝のポーツマス FC 戦で、ブンデスリーガ時代から因縁があった、ケビン・プリンス・ボアテングに、右足首を踏みつけられた際に人体を痛め、2010、FIFA ワールドカップ出場が絶望となった。チェルシーでは4シーズンで、リーグ戦105試合に出場した。2010年夏、契約満了により、チェルシーを退団。 同年6月25日に、ブンデスリーガのフルース、バイエル・レバークーゼンへ復帰した。2012年6月末で、レバークーゼンとの契約が満了し、2012年10月に、弁護士を通して、現役引退を発表。2013年6月5日、ライプツヒにて、かつての同僚や友人が集まる中で引退試合が、開催された。 2000年代を代表する選手の一人であり、長らくドイツ代表の中心選手であったが、国際タイトルとは無縁のまま引退することとなった。引退後は解説作業や PR 活動に携わっている。1999年4月28日のスコットランド戦で代表デビューを果たす。2002FIFA ワールドカップ準決勝の韓国戦では、 イエローカードをもらうと累積警告で決勝に出場できなくなることを知りながら味方のミスをカバーするために戦術的ファウルを犯しイエローカードをもらう直後にチームを決勝へと導くゴールを挙げた決勝した決勝には敗れて準優勝に終わったバナックは大会最多となる4アシストをマークしたユルゲン・クリンスマンが2004年に代表監督に 就任すると、東ドイツ出身の選手として、初めてキャプテンに指名された。自国開催となる 2006FIFA ワールドカップでは、得点こそできなかったが、その構成力とキャプテンシーで自国を3位に導く、活躍を見せた。ユーロ2008では、グループリーグのオーストリア戦で決勝点を挙げるなど、チームの準優勝に貢献した。2010FIFA ワールドカップは、 前述5月の負傷により欠場となった。ポーツマス MF のケビン・プリンス・ボアテングによるタックルによるもので右足首人体断裂と診断された。2011年6月にはドイツサッカー連盟から代表引退が発表された。しかし、バラック自身はこの発表に不満を持っており引退試合への出場も拒否した。 ピッチ全体から攻撃のチャンスを見つける広い視野とパス、ドリブル、シュートなどに優れて、テクニックを持つ。チェルシー時代のバラック個人代表カイザースラウテルン、バイエルンミュンヘンチェルシー FC。ありがとうございます。